皆さんこんにちは日本語の先生のりこです皆さん元気落ち込んでないですか嫌なことあって落ち込んでないですか私ね落ち込んでたんです昨日落ち込んでたのりこさんだって落ち込みますなぜなら私はやってはいけないことをやってしまったんです本当にダメなことをやってしまいましたそれはインターネットでポッドキャストのランキングをチェックしてしまったんです 私のポッドキャストはずいぶん下の方にありました下の下の方でも他の先生のポッドキャスト鉄平さんのポッドキャストとかはるか先生のポッドキャストは上の方にありました比べてしまって落ち込んだんです私のポッドキャストダメなんだ本当に落ち込みましたあなんでやっちゃったんだろうなその後私は自分に怒った落ち込むって分かっていたのになんでそんなものを見るんだ のりこお前はダメだそう思ったんですね本当にダメもう絶対見ないもう絶対あんなもの気にしませんでもその日は本当に落ち込みましたじゃあ私昨日何をしましたか落ち込んだ後何をしたと思います踊りました踊りました最近ね私 b t s <laughs> k p o p b t s 聴いてるんですね。まあよく普段からブラックピンクも聴いてるし、ね、他の K-POP 聴いてるんだけれども、昨日はですね、BTS の一番新しいシングルですね、バターっていうのを聴いてたんです。ずっとずっと聴いてました。いいんですよね。なかなかいい曲で。そして最初は聴いているだけだったけど、そのうち立って踊り始めました。踊りました。 本当に踊りました、皆さん。BTS と一緒に踊りました。で、踊って、その後、BTS の曲を聴きながら、パワーウォークしました。この3つです。聴いて、踊って、パワーウォークしたら、元気、復活しました。<laughs> はい。だから今日は元気です、皆さん。やっぱりね、音楽の力は素晴らしいですね。ありがとう、BTS って感じ。<laughs> あのね、いや、 あります人間だからね落ち込むことありますよでもね気にしないで今日もこれを録音しようと思うんですねあの実はね今日紹介したいメッセージがあるんですねまあ私は時々皆さんからメッセージやインスタグラムで DM をもらいますえー、一人の方のメッセージを読みたいと思うんですねえー、この方の許可はもらっていますえー、この方はですねまず英語でメッセージをくれたんですね 台湾の方でした、えー、そして、まあ、私のポッドキャストを,を聞いているそして私のポッドキャストが好きですというような英語のメッセージをもらったので私は日本語でお返事をしましたすると今度また日本語でお返事をくれたんですじゃあそのところを読みますね お返事ありがとうございます。何年も前アメリカにいる間私は日本企業に約5年間勤めましたがその後は独立して働き日本企業と協力し続けました私は何年も前に引退しました最近 YouTube やポッドキャストで日本語の学習をサーチしたところのりこ先生のチャンネルに出くわしました 1>, 1と2話を聞いた後は自分にぴったりだと思いますのでこれからもフォロー学習していきます長年の仕事のおかげで普通の日本語は理解できますが日本語の読みや書きのスキルはとても弱いです。のりこ先生のポッドキャストを聞く内容と方法はとても面白いですありがとうございました。先先日のりこ先生が ビジョンと言っているのを聞いたので、のりこ先生に連絡してみました。意外なことに子供は私がのりこ先生のクラブハウスに参加するのを手伝ってくれました。のりこ先生が自由な会話と対話の形とスタイルを維持してくれることを願っています。この方法は初級レベルを超えた日本語学習者に非常に適しており必要であり、 間違いなく多くのファンを獲得するでしょう。ありがとうございます。台湾のジェイソンさんからでした。これを読んだ時にも私は本当に元気が出たんです。私は私のポッドキャストのファンを増やしたいです。うん。本当にその、その通り。そして自由な会話と対話のスタイル。 この通りなんです私のポッドキャストのユニークなところはそこなんですね。それをジェイソンさんはよく分かってくれてる。そして内容も面白いと言ってくれて本当に嬉しくなりました。皆さんこのようなフィードバックだったらいつでも歓迎しております。私への連絡は E メールからもできます。 DM、インスタグラムの DM からもできます。直接話したい時には、えー、プライベートレッスンを予約してください。えー、プライベートレッスンでも今、ちょっと忙しすぎる。じゃあ、グループレッスンがあります。そして、クラブハウスもあります。また、元気に、<laughs> ゆるーく話しているのりこさんが見たかったら、毎週日曜日、イギリス時間の午後2時、 インスタグラムかで短いいいブセッションもやっていますはい、できるだけ多くの人に私のことを知ってもらって私のポッドキャストを聞いてもらいたいですですので皆さん皆さんの力を貸してください皆さん私のポッドキャストを進めてくださいいろんな人に進めてください よろしくお願いします。ということで、ジェイソーさん、本当にありがとう。じゃあ、今日はここまでです。